はいえー、皆さん、こんにちは。卓権主無料合格講座の、えー、今回、民法の、ね、定当権について、えー、続きをお話しさせていただきたいと思います。はいえー、では、定当権ですね。まあ、前回お話ししたように、まあ、定当権には定当権と定当権設定者という債、ね、権、まあ、者、債務者の関係で、まあ、こういったような状態で、ねえー、発生している権利だよということで、まあ、一応、ね、復習がてらにこの絵だけ載せておきます。 でえー、と第三取得者がね、定当権を消滅させる方法ということなんですけど、まあ、要はですね、あの定当権がついてるっていうだけじゃ、基本的に誰も買いたがらないわけなんですよ。だって、その借りてる本人が万が一お金をね、あの返さなかった場合、銀行に差し押さえされちゃうわけなんで なので、そういった物件を、ね、誰もあえて買いたいとは思わないということで、じゃあ、そういった時に、第三取得者がね、定当権を消したいと思った時は、どういう方法があるかということなんですけど、あの定当権の消滅請求と、弁済っていう、まあ、こういったものがあります。でえー、とまず、定当権の、ね、消滅請求なんですけども、あの不動産の第三取得者が、定当権を、ね、消滅させるように請求をして、 抵当権弱の承諾を得た額で支払うことで、抵当権を消滅させるという風な内容ですね。 でえー、とこれに関しては、債務者の同意承諾は必要ありませんということで、で次、えー、弁済ですね。弁済はもうそのままですね、抵当不動産を第三者取得者が、まあ、債務者に代わってね、全額を弁済してね、抵当権を消滅させるっていう、なので、こういったね、お話になってきます。で、これね、抵当権を実行する場合なんですけど、第三者取得者に通知する必要はないっていうのがね、まあ、決まりになってるんですけど、あの一応ね、えー、簡単に絵にしてみました。 えー、要するにですね、まああのー、債務者、低当権者です、ね、がいて、で低当権設定者がいましたと。で、低当権設定者の、まあ、土地をです、ねまあ、売却によって、第三色者が、ね、購入しました。で、こういった場合に、まあ、第三色者何ができるのっていうことなんですけど、ま,あ、まず1つ目に、低当権消滅請求ですね。これが低当権者に、まあ、お願いをするわけなんですね。まあ、例えば、1000万円、例えば、まあでねえー、残ってたとしましょう。 1000まるまる残ってたというような状態で,で、抵等権消滅請求として、ああもうこのねって、抵等権設定者の方、お金がないから売ってるわけなので、なので、基本的にこうね返す可能性が低くなってくるわけなんですよ。例えば、それを抵等権をね実行したとしても、1000万円まるまる回収できるかわからないと。 いうような状況の時にですね、まに、あ、第三色者が、まあ、銀行の方に、ね、ちょっにお伺いを立てるわけなんですよ。債、まあ、務者の方、ね、お金あんまりないみたいなんで、抵当権設定されても、あの実行されてもね、あの1000万円確保できるかわからないじゃないですかということで、あの今だったらもう僕が現金をね、800万円持ってきてますと。 で、あの800万円支払うからこの定当権を消してくれないかっていう、まあ、そういったことを銀行にお願いするのがこの定当権消滅請求です、まあ、別にね1000万円支払うからあの消してくださいってお願いしてもいいんですけど、まあ、分かりやすくね、まあ、800万円ちょっとね下げてお願いするっていう、まあ、そういったのが定当権消滅請求っていうものになりますで、えー、弁済は、まあ、先ほどご説明したとおりそのまんまですね まあ仮に1000万円残ってたとしたら、まあ1000万円をもうそのまま代わりに払ってあげるってことですね。で、それによって、まあ、あの、以前お話した通り、あの、低等権には不自由性があるので、完済した段階でもう低等権は消えますよっていうようなことですね。なので、まあこういった2つの種類がありますということで、で、えっ、ー、と、 この弁済ですね、まあ、あの定当権を実,施実行する場合に第三者者に通知する必要はないということであの例えばですけどこの定当権設定者の方が、ね、お金をずっと滞納してたよという場合に定当権設定者が例えば第三者に、ね、売るとするじゃないですか。 で、売って、第三色者がどうしようかな、弁済しようかなと、いや、抵当権消滅請求してもいいけどな、うん、まあでも、あの人信用できそうだし、このまま抵当権残してでもいいかなとかね、そういったことを考えてる間に、抵当権者からすると、もうローンを払ってくれないんだったら、もう抵当権実行するよってなって、それを実行しますっていうときは、わざわざその第三色者に言わなくていいんですよ。 そうなってくると、ね、この第三取得者ってすごい損するじゃないですか。なので、まあ、そういった第三取得者を守る、えー、法律っていうのもありますんで、まあ、それは、ね、別でお話しさせていただくんですけど、今回は、その定当権を実行するとき、第三取得者に報告をしなくていいっていうところ、であと、まあ、あの第三取得者が定当権を消滅させようという、ね、種類は、ね、まあ、こういった定当権消滅請求であったり、弁済っていうね、こういった種類があるっていうのを1つ覚えておいてください。 でえー、次ですね、競、まあ、売ということで、まあ、定等権の実行、定等権の実行ってね、さっきからずっと言ってますけど、まあ、じゃあ、定等権って実行されたらどうなるのっていうことなんですけど、まあ、要はですね、オークション会場みたいなところで売られるわけなんですよ。で、えーっとまあ、一応、ね、文字を読んでみると、まあ、当該不動産の所有権は、競、えー、売人に、えー、移動する。 でえー、低等不動産に第三色者がいる場合であっても、えー、所有権は競、ね売,えー、売人に、ねえー、移動するということで、これ競売じゃなくて競売って読みますんでね、ね、まあ、それも一つ覚えておいてください。でえーまあ、どういうことかっていうと、競売ってこう、ね、じゃあ実行されますって言うと、まあ、Yahoo! オークションみたいな、ね、それの不動産専用みたいなところがあるんですよ。でそこにまあ 抵当権を実行しましまたということで、そういったところに、ねまあ、オークションで出されて、でいろんなところからこう買い主さんが、ね、現れてくるわけなんですね。だいたい不動産屋さんですけどね、そういうところで買う人って。でまあ、じゃあ、なんぼで買う、じゃあ、俺なんぼで買う、じゃあ俺、ゃあ俺なんぼで買うってなって、で最終的にじゃあ、えー、売り値がつきましたで。そういった場合は結局、第三視職者がいたとしても、所有権というものは競売人に移動します。 でまあ、あのさっきの事例で、第三取得者がいるような、ね、事例のお話をさせていただいたんですけど、まあ、要はです、ね、オークションで買った人が優先ということです。まあ、実際に、ね、お金を払ってで、そのお金をもらわないと銀行は、ねえー、結局、貸したお金を回収できないので優先順位としては、この競売人という方が一番強いわけです。なので、第三取得者がいても、この所有権というのは競売人に移動するというところを1、ね、つ覚えておいてください。 で、えーと、賃借人の保護ということで、えーとまあ、その実際、ね、ローンを組んでいる人が住んでいる場合はいいんですけど、まあ、中には、ですね、例えば、えー、あの遠方に、ね、転勤をするっていう、ね、方になってしまって、でえー、とその家を、ね、貸している場合があるわけなんですよ。 じゃあ借りてる人はどうなるのっていうことなんですね。まあ、持ち主がねあの競売によってまた変わっちゃったりすると、結局、じゃあその人はどうしたらいいんだっていうことになってくるんですけど、まあえー、先にね、えー、つらつらつらと出していきます。はい、えー、まあね、えー、つらつら,つらと出したんですけど、まず一つ目に、定等権設定前に賃借権の登記、または、えー、建物の引き渡しがされている場合、でえーとまあ、定等権を入れる前からですね、えー 賃借権の登記、まあ、要するに借りる権利を登記している、でもしくは建物の引き渡しがされている場合は、まあ、満了期間まで賃借できるということで、まあ、これに関してはまあ当然だなっていうような内容なんですけど、なんで当然かというと、定当権を設定前に、ね、もうすでに借りてる人がいるわけなんですよ。で、さらにまあそれを済んでるっていう事実も銀行は知ってるわけなんですね。 なので、結局、じゃあ、定当権を実行した場合っていうのは、その人を済ませなきゃいけないっていうことまでちゃんと理解して、定当権を入れてるはずなので、なので、貸主さんっていうのは、何の気兼ねもなく、ずっと借りてていいよってことなんですよ、その期間満了まではね。 なので、まあ、あの借り主っていうものは一応期間満了まで、まあ、賃借できるっていうことなんですけど、じゃあ、定当権設定後にですね、設定後に、まあ、賃借権の登記および、まあ、同意の登記がされているっていうことで、まあ、これに関しても、まあ、貸主は満了、えー、期間満了まで、ね、賃借できるっていうことなんですけど、まあ、実際、その定当権が設定されてますっていうことは、事前に、ね、賃借人がまあ知ることはできるわけなんですよ、借りたい人は。 で、じゃあ万が一抵当権が設定された場合に出ていくのが嫌だっていうと、それをまあ結局は銀行にお願いしてね。賃借権をまあ登記してでまあ、済ましてほしいっていう同意の登記っていうものが必要になります。で、もちろん銀行がいいよ。って言ってるんだったら仮に競売がね。あの。 競売によって売られたとしても、まああの貸し仮の借り主はですね、期間満了まで賃借できるっていうことです。で、えっ、ー、と一番ですね、まああのー、普通の事例っていうのがこの一番下のところですね。あのー、えっ、ー、と抵当権設定後にですね、建物の引き渡しがされている場合。 でえー、と特に何もしてない場合、ですね、まあ、要するにあの普通に賃貸して、でそれが定当権ついてましたよっていう、ただそれだけのことなんですけど、そういった場合に関しては、一応貸主は、ねえー、6ヶ月間の、えー、猶予期間後に、ねあ、ごめんなさい借り主です、ね、借り主は6ヶ月の猶予期間後に、まあ、あの撤去しなければならない、まあ、退去です、ね、しなければならないということで、まあ、あの定当権が、ね、実行された場合っていうのは、えー、基本的にその後競売にかけられて、で第3、 競、まあえー、売人という方がね、買われるわけなんですけど、でそうなってくると、競、まあ、売人の方っていうのは、現実的に言うと選べるわけなんですよ。例えば、収益物件としてね、その家を住むために買ったんじゃなくて、誰かに貸してね、お金を儲けようと思ってる方もいるんですよ。で、そういった方だったら、別にそのまま住んでてもいいよって言ってもいいんですけど、まあ、ただね、住もうと思ってる方にす、 からすればいや、出てってくださいってなるわけなんですね。で、その出てってくださいって言われた後に、じゃあ、あのどれぐらいの期間を空けるかっていうと、それがこの6ヶ月になります。なので、競売人の方が、えーまあ、例えば自分が住みたいから、買ったからね、6ヶ月後には出てねって言えば、まあそれで退去しなきゃいけないっていうものになります。で、えー、一括競売ですね、いうのは土地と建物、両方を弁済した場合ですね、で、えー、っとそういった場合に優先弁済を受けられるのは、土地の地代のみになります。 でまあ、これに関してはねもうこのまま覚えていただくしかないんですけど、まあ、土地と建物一緒に言ったらね優先弁済は土地の代金だけだよっていうところを覚えておいてください。でえー、あとです、ねえー、法定地条件、えー、前回のところでもね少しお話をさせていただいたんですけど、まああのー、要するに例えば土地だけをね、えー、定当権かけてて その土地を売っちゃったっていう場合なんですけど、じゃあ建物の所有者の方っていうのは、土地を使う権利がないので、不法占拠になるわけじゃないですか。勝手に建物建てて、お前、何住んでんだよって、ここ土地俺のだよって言われちゃうわけなんですね。なので、そういったことを防ぐために、この法定地条件っていう権利が認められています。で、この法定地条件なんですけども、いろいろと要件がありまして、えー、定当権設定当時に土地の上に建物があること、であとは所有者が同一であること。 競売した結果に所有者が異なるようになったこの条件をすべて満たすと法定地条件という権利が成立しますであのこの法定地条件ってどういう権利かっていうと要は建物をそこに建てて使ってていいよっていう権利なんですよなのでこの権利があれば、えーとまあ、不法占拠にならないわけなんですね土地の上に住んでいてもただこの法定地条件が成立しないのに建物を建てたら土地の所有者からいやこの あの建物邪魔だから壊してよって言われちゃうと対抗することができないっていう、まあ、そういった、ね、ことがこの法定地条件です。で近年、ですね法定地条件ちょこちょこ出てますので、あのしっかりと、ね、この3つの要件覚えておいてください。定等権設定当時ですからね、当時ですから逆に定等権設定した後に建物建てたらダメってことです。でえー、と定等権設定当時の所有者が同一室であること。 で、えー、と競売の結果異なるってことですね、まあ、競売した後にね土地と建物の両方の所有者が同じ人が買ったんだったらこれをわざわざ、ね、設定する必要がないっていうことですね。はい、えー、では、ですね、えー、定当権、ちょっと早足で、えーねえー、お話しさせていただきたいな。最後、えー、過去問ですね、1問解いてみてください。 以上で本日の講義は終了とさせていただきます。ありがとうございました。